いつも言わせてもらうけど、相変わらずクソ高えな、おい！ということで、画面の前の皆さん、こんにちは、コレツナーです。はい、ICR のバンドルが本日アップデートで追加されましたね。おめでとうございます。まあ、僕の配信とかでもね、ICR のバリアントってもう手に入らないんですかみたいな、感じのコメントをね、まあ、いただいたりもしてたんですけども、まあ、今回再販ということで、マスタークラフト迷彩と、マーク2ですね、バリアントと、あともう一つリアクティブ迷彩、ICR の、ドクロのやつだね、が、2000円、コールオブデューティーポイントで、まあ、購入できるというバンドルが追加されました。まあ、Twitter の方でね、海外の方のリアクションとか見てもね、まあ、相変わらずクソ高えな、多いというまあリアクションがほとんど占めていて、まあ炎上とどでもないんだけど、まあかなり批判殺到みたいな感じでしたね。金の亡者だなお前らみたいな感じのリアクションがほとんどでしたね。まあしょうがねえっちゃしょうがねえよな。なんか新武器が2000コールオブデューティーポイントだったらわかるけどさ、ね、新武器ですらない、再販の、しかもバリアントでしょ、所詮は。なんか性能が変わるとかではないものが、まあ2000コールオブデューティーポイントってことなんで、まあどうなんだろうな。まあ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 な。まあ確かこれはね、一番最初のティア、第1シーズンのティアでレベル200だったから手に入るバリアントとかだったと思うんですよ。なんで、まあ手に入れようと思えば無料で手に入れられたんですけど、再販なんで、まあこの値段という感じなんですかね。まあとりあえず今回は久々に、ICR 使って遊んでいきたいと思います。お願いします。さあ、ということで使っていきましょう。ICR リフレックス、グリップ、クイックドロー、グリップ2、スティームショット、タクマスガンホー、ゴースト使ってハードポイント遊んでいきます。お願いします。まあ、最近ね、プロゲーマーの方が紹介していて、FMJ ICR みたいなのが流行ってるらしいんですが、僕はもうやっぱクイックドロー一択っすね。さあさあさあ、頑張っていきましょう。お、喋ってくれてますね。先ほどから同じロビーなんだが、さっき相手の1位だった人かな ?DMX、ウェポン君。よろしく頼むぜ。さあ、頑張るぞい。まあ、ICR はね、なんだろう、待って戦うというか、やっぱ、とつって戦う武器ではないので、まあ、だからこそ FMJ との相性がいいという気持ちはわかるんだが、やっぱ俺の立ち回りだとね、まあ、どうしても、その、なんだろうな、とつらないという選択肢が、やっぱ無理なんですよね、やっぱ。自分、ノラでやってるんで。無理だね、やっぱね。ああいう距離は、ちょっと ICR 君だと、マトロックス、あるいはランパートにはどうあがいても打ち勝てないので、まあ、ああいう距離は、なるべく相手にしないという感じで戦えたらなと思っておりますよ。下にいそうだけどなこれと思ったら、ナイスカバー、危なっ、ポイント入るか。味方がリス取れてるっぽいので、一回ここは競合中にさせていただいて、これ上にいんのか、上っぽいね、こんちにゃー。おお、と思ったらさらに上にいたわ。ハードポイント選挙。さすがにそれは無理か。なんか、ああいう、いつもだったらつい顔出しちゃうよね、みたいな、無茶なポジションっていうのかな。ああいうところで、やっぱ冷静になれる人が、まあ、ICR は逃げるべきかなとは思いますね、はい。よいしょ。大丈夫かい、それ。OK。うわ、もう一人来るんかい。まあ、タックデプレイも耐えてるんで、問題はないでしょう。俺も積極的に。積極的に踏んでいくけど、エイムがうんちだったね、今のは。ICR のさ、このグリップ2ってさ、まっすぐ。まっすぐ飛びすぎてみたいなところあるよね。まっすぐ飛びすぎて逆にきついみたいなところあるよね。終わりだ。俺だけかしら。とりあえずまあ焚いたらナイスカバー。それガチナイスカバー、ガチで今のはナイスカバー。じゃあ一回しゃがんで UAV 出して、この弾いただいて、裏からと真ん中から来てるね、この感じ。タックデプロイこのタイミングで起動、向こう側かなってことは。この辺いるんだよな。ごめんなさい、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 ごめんなさい。怖いです。勘弁してください。ハードポイントを特定。向こう側だな、やはり。向こう側から味方が行ってるんで、俺は、まあ、挟める形を取れたら理想だね。OK。敵を排除。まあ、ああいう待ち打ちだよな、やっぱり大事なのは。大事なのは、ああいう待ち打ちだとは思う。で、俺はこちら側で、まあ、こういう嫌がらせをして、味方がね、向こう側から多分湧いてくる。だよね、取れてるよね。OKOK。したら、じゃあ俺は。変わらずこちら側の嫌がらせをしとこうか。したら向こう側が味方見てくれてれば、あ、こっち側が脇になったね。結構その普段どこ見てますかって言われるんだけど、やっぱミニマップで味方の湧いてくる位置っていうのかなを見れるとでかいと思うんで、そこをちゃんとね見れるようにしましょう。こういうところはそして打ち合わないと。で、スナヘリが出たんで、こういうスカスリコ貯めることもね、きちんと頭の中に念頭に入れつつ、あら死体か、念頭に入れつつ戦っていきましょう。ナイス、いいですね、ミカさん強いっすよ、さすがだね。さあこうやって溜めてマンティスが出ると。すまんね、入られてんな。敵がハードポイントを出し、
やれるそれ、ナイスー。さあ向こう側になったんで向こう側行きましょうか、おとなしくね。うん、それ打ち勝てないか。まあああいうところの打ち勝てないのはしょうがないので、よいしょ、マンティスも出していっちゃいましょう。まあいたな、やれるかい。オーケー、ここに耐えていいかな。オーケー、いいっすね。砂減り込みのクワッドフィード素晴らしいよ。ここほんとまっすぐ飛びすぎて逆に当たりゃしねえわこの武器。オーケーナイス、砂減り効いてますね。砂減り、やっぱこのマップは早く落とさないとなんじゃないの、みんなでそれが最優先だと思うぜ俺。無限に刺さるぞここの砂入りは、マジで終わりだ。頑張れ頑張れ。お、壊したかな、いよいよ。 OK、 さあ弾がなくなっちゃったんだけど、ソウルフィッシュ拾っちゃった、ソウルフィッシュ拾っちゃった、はい。うん、ああいう無茶なところの顔出しはやっぱりランパーと、あるいはマッドドックスを使いたくなってしまう落としっころ。 OK、 いいっすね。アナレーター使うか、ポイント競合中、そっち側か。後ろはマンティスがいると、下に味方か、マンティスぶっ壊してんのか。ちょっと俺マンティスゼロを閉めろ、コアシマンに制裁加えてくるわ。びっくりした、マンティスの今反応か。アナイアレーター耐えたのかと思った、フラッグジャケットでとんでもねえやつが出てきたと思ったら、さすがにそれはないね。入ってくるかな、一人ぐらい来そうな気がするんだけど、前ポガリ一人ぐらい来いよ。すまんね。で、これは下だな。下なんで、俺はこちら側から。いや、それやれないか。ただ味方がリスは取ってくれてるんで、何の問題もないやがらって感じだね。いいっすね。味方さんの動きがマジ優秀。次のポジションへの移行が非常にスムーズ。こちら側が、やはり怖い。後ろ側だな。任せろ。任せろ。オッケーオッケー、やったでしょ、これ多分全終わりだと思うわ。ポイント踏もうぜみんなで。うー怖い、カモンカモン、一回しゃがみます、カモン、アイシャレだよ私、打ち勝つよここは、大丈夫それ、気をつけて。ちょっと若干氷中が怖い、若干氷中が怖いけど、ミカルさんのおかげで助かりましたね。俺はケツまで踏んでっていいかな、この感じは。敵を捉えた。OK。あぶね、今の打ち合っちゃいけないやつだったけど、敵も仕留め損ねてくれて助かったな。弾がね、あ、まだいるの、それ。ナイスカバー。OK。ちょっと武器いただいていいか。お、タイタンですか。ちょっとすごい武器拾っちゃったね。しかしやっぱこのマップのアイシャールは相性がいいというか、強いね。やりやすいったらあるしねえよ。俺も踏ませて。大丈夫それ。向こう側でめちゃめちゃやってんな。セラフはスナイパーヘリの展開。あ、後ろですか。とりあえずスナヘリまで出ましたね。マンコスまではちょっと出なかったけど。こいつはやりたい。さよなら。一枚やっただけでもでかいでしょう。まあ9秒なんで、もう次ポ行きましょうか。私この。激浪な体力ですけど、このマップの砂ヘリは刺さるぞ。ガチで刺さるぜこのマップの砂ヘリは、と思ったらさすがに学んできたな、速攻で壊してきやがった。まあこの場所取り取ってもう終わりでしょう。後ろか、カモン、オーケー。さあ UAV、 テンペスト当ててる、ナイス。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。やっぱりアイシャールマップ選ぶけど強いね。まあ俺は個人的には、まあ突というか拠点切り開いていくタイプの立ち回りなんで、やっぱ使うことほとんどないんですけど、まあマップさえ選べば、回線が中断されましたけど、回線がね、最後の最後で抜けちゃいましたけど、個人的には強いかなというふうに思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。また次回の動画でいたしましょう。コデスナーでした。お疲れ様です。おーつーぽん。2019年だから、まあ、約3年ぶり、まあ、2年半ぶりぐらいにちょっと ID を変えていきましょう。ここ。で、まあ、ここに X をじゃあ今回入れます。ここで、からの、熱、あと、
いう感じですね。まあ、小手綱でね、X 入れないバージョンも試したんですけど、相変わらず ID 埋まっちゃってたんで。